ドゥン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 。はい、みなさんどうもー、眠りさくらです。はい、ということで今日はですね、ちょっと重たい話題というかテーマでやっていきたいと思います。今日のテーマはいじめでございます。はい、私はね、中学2年生の時にいじめにあって、それから精神障害を発症したんですけど、で、いじめね、今ね、すごくニュースでいろいろと取り上げられてると思うんですけど、本当にいじめを知らない人たちっていうのは多いと思うんですよね。で、大人のね、そのいじめを受けている親子さんたちも、その子供のね、子供の、どうせ子供たちのいじめなんだろう、子供たちのいじめだから大したいじめじゃないだろうっていう風に考えている大人の方もすごく多いのかなって思っていて、そもそもいじめって何、どんなことをされるの、されたのとか、どういう風に対処していくのがいいのっていうのを話していけたらと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。それでは早速スタート。はい、ということで早速お話ししていきたいと思います。イエーイ。はい、イエーイっていう感じではないんですけど、今日はいじめについて話したいと思います。で、私は中学2年生の9月から10月にかけてが本当に一番辛いいじめでした。そう、っていうのも私は身体障害を持っていて、学習障害を持っていたんですね。で、テストの点数がどうしても悪かったりとか、あとはこう喋ってる時では分かんないと思うんですけど、あの中学生の時は杖でね、学校の中は歩いていたので、で、歩き方がね、どうしても健常者の方々が歩いてるようには歩けないんですね。なんかこうやって揺れながら歩いてしまったりとか、だからまあ同級生の子たちから見たら、あの子変な歩き方してるっていう感じだったのかなと思うんですけど、で、なんでいじめが起きてしまったのかは自分自身でも結局分かってないんですね。話し合いとかもねしたんですけど、全然本当のことを言ってくれないっていうのがあって、結局分からずじまいだったんですけど、私は障害が原因でいじめられたのか、あとは私当時すごく太っていたんですね。今も太ってはいるんですけど、10キロぐらい痩せて、そう、この体型なんですけど、その体型が原因でいじめられたのかちょっとわからないんですね。で、いじめが起きる原因ってまずそもそも何なのかっていうところなんですけど、まあなんか見た目で判断されてしまうっていうのが一番大きいのかなと思います。そう、小学低学年まではそこまでその周りを気にしない感じの年代だと思うんですけど、まあ小学5年生、6年生、まあ4、5、6ぐらいから、小学4、5、6、中学1とかになったらもう結構周りと比べたりとか、あとはなんかすごいね、成長難しい期間だと思うんですね。そう、そこでいじめが起きることが多いらしいです。で、実際にいじめってどういうのがあるのかっていうのについて話していきます。ちょっとグロいかもしれない。グロいっていうか、本当にこんなこと起きてるんだって思うかもしれないですけど、まあ、よかったら最後まで聞いてください。では話します。はい。私はですね、まあいろいろとテレビでこう出てるいじめとかは、本当に私が当時受けていたようないじめとはまた違って、そのインターネットとかね、そのほらスマホとかね、こう本当に小さい時から持つ子たちが増えているので、そういう大人たちに見えないところでのいじめっていうのがすごく今増えてきてるのかなと思っています。で、私が実際受けてきたいじめっていうのは、私が通っていた中学校で、私と一緒に入った子たちっていうのはすごくちょっと荒れてるようなヤンキー風なね子たちが多かったんですけど、逆にね、そういう見た目すごくヤンキーっていう子たちの方がすっごく優しかったんですね。で、私にいじめてきた子たちっていうのは、
本当見た目全然そういう風には見えないめちゃくちゃいい子そうな子たちだったんですね。で中学1年生の時は全然普通に仲良かったんですけど、その中2に上がって9月入ったぐらいからなんか違和感を感じたんですね。で最初は相手が2人だったんです。で2人だったんですけど徐々に増えてきたんですね。グループを作っちゃうじゃないですか。女の子ってすごくグループを作りがちなんですけど、でそこの2人の子たちが作ったグループの人たちからいじめられたんですね。でもう本当に悪質、もうね本当こう座ってるじゃないですか、机こう並べて、で前からプリントを配るシステムになってる学校が多いのかなと思うんですけど、で私がその子の後ろの席だったんですね。だから前からプリントを受け取るんですけど、プリントバーンって投げられたりとか、あとは本当に悪口は多かった。私が窓側の席で、廊下側の席だったので座ってたら外その廊下から壁を叩かれたりとか、あとキモい、死ね、ブス、ブサイク、デブ、なんかいろんなことを言われました。そうで、いつもなんかこうグループでね笑われて、なんかみたいな、あとは階段から突き落とそうとしたりとか、あとは杖でね歩いてたので杖蹴られて転ばされたりとか、あとはその本当に杖だとほぼほぼあんまり荷物が持てないんですけど、その移動教室とかが多かったので、その手提げ袋をね用意して、そこに教科書とか入れて移動してたんですけど、廊下歩いてたらバタンって転ばされたりとか、その荷物をバシャって巻かれたりとかっていうのをしました。そうだから、なんかそのいじめられてる側としては全部覚えてるんですね。で本当にね怖かったっていうのが本当の気持ち、怖かったっていうか、もういつ殺されるんじゃないかっていう気持ちが多かったですね。そうもう本当に徐々に周りを信用できなくなって、全員私をそういう風に見てるんじゃないかとかね、そういうなんか人間不信にだんだん陥っていった感じですね。でそのなんだろうなって思って、私何かしたかな、なんかあの発言が悪かったかなとか、なんかいろいろ原因を考えたんですね、その当時。でも全然わかんなくて、私何もしてないなみたいな。でも私は言えなくて、本人たちになんで私をいじめるのってね、こう直接対決がいいかなと思ったんですけど、やっぱり言えなくて、で先生にも両親にも言えなくて、その泣きながらね車椅子運転して帰って玄関で拭いて、あの笑顔でいつも通り帰るみたいな生活をしてました。そうあの当時本当に辛かった。だからなんか私は両親の前でとか人前であんまり泣いたりとか感情を見せることができなかったんですね当時。そうだからいつもニコニコ笑って、なんだろう、元気みたいな感じを装ってたんですけど、相当疲れてました。で本当毎日毎日学校行くのが嫌で、それでだんだん死にたいっていう気持ちが生まれてきました。でだんだんね体にも症状が出てくるんです。お腹が痛くなっちゃう、学校行く時にお腹が痛くなっちゃったりとか、学校行ってからもうずっとお腹が痛いとか、あのなんだっけ、腸過敏性、腸が過敏、あのねなんとか症候群っていうのがあるんですけど、ごめんなさい出てこない、あの腸の過敏、胃と腸がね過敏になっちゃうっていうのがあって、もう本当にお腹痛くて気持ち悪くてみたいな症状がだんだん出てきて、あもうダメかもしれないってなった時に、もう息が上がっちゃって過呼吸ですね、今思えば過呼吸っていうのが出て、そこでパニック障害になりました。でもねだんだんね食欲も落ちちゃって食べることができなくなってっていう感じで、10月12日私は倒れまして、入院2ヶ月ぐらい入院して治療しました。精神病になっちゃったんですね。本当にあの当時が
あれがきっかけで、あのいじめがきっかけで精神障害を持ちました。そう、今はその過呼吸発作とかパニック発作はないですけど、本当に人と関わるのが苦手です。そうだけどお出かけとかそういうのは大好きなので行ってますけど、当時はどこも出かけられなくて家に引きこもってました。で、家族としか関わってない。だから学校には行ってなかったですね。そう、学校に行ってないで何してたのっていうと、もうこんな感じ、もうね、何もできない感じ、もう全てが怖いっていう感情でいっぱいでしたね。もう何なんだろう私みたいなのが多かったです。で、私はね、一回その学校不登校っていう感じじゃないですか。なので、その不登校の子たちが学校の代わりに行くようなところがあって、そこに1年ぐらい通ってたのかな。そう、そんな感じです。だから本当にいじめっていうのは心身を追い込みます。で、人の一生に関わるようなことですので、本当に何だろうな、やめてほしいって思うんですけど、まあなかなかね、難しいことだと思います。で、当時私は本当に言えなかったので、その言える環境を作っていくっていうのは大事なのかなと思います。例えば家族だったら、その子供がいた場合は、その家族での会話をする時間っていうのを普段から取っていると、その何かあった時に話しやすくなるんじゃないかなって思います。あとはその学校とかも月に何回かは面談をするとか、月に何回かじゃないや、1年に何回かその相談をするとか、そういう、まあ、相談窓口っていうのは私の時もその保健室の隣にあったりしたんですけど、もっとオープンになんかこう話に行きやすいような場所を作るとかっていうのは、やっぱり今後大切になってくるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じです。どうだったでしょうか。はい、ぜひね、ちょっと参考になったら嬉しいです。今日はちょっと重い内容になってしまったんですけど、こうね、いじめ結構遠い存在でありつつも結構身近で、いろんなところでね、起きているので、ぜひ参考になったら嬉しいです。ということで、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ちょっと良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。